マコナコです。今回はバルキリー・エルシオンの体験版やっていきたいと思います。これバルキリープロファイルの新作みたいな感じになるかと思いますので、そこら辺どうなってるか。ゲーム内容は大幅に変わってるそうですので、直前までチュートリアルやってたんですが、それが終わってようやくメインストーリーっぽいものになったのでやっていきましょう。チャプター1。クエスト形式になってるそうなんで、比較的やりやすいかも。救済せよというね。地上。そういうお話になってます。さて、プレステ5。結構、ロード時間短かった。ベールゼリオ。まあ、遊んだ感想なんですけど、チュートリアルの部分だけですけど、結構触り心地もいいし、まあ悪くはない、正直な話。地図を表示。チュートリアルの再確認。結構触り心地がいい。ゲームなんで、普通に遊べるんじゃないかなと。だが、まあ、アクション要素がさすがにね、苦手な人だと全く受け付けずになる可能性あるけど。で、こういう行き先とかもわかるようになってるんで、向こう側に行くと。まあ、ジャンプもできるし、攻撃もできるしで。顔も見た目こんな感じで。ちょっとね、日が灯ってないとこだと、ちょっとね、顔があんまりいい感じになってないけどね。一応こういう風に攻撃やっていくことが可能。ガードも可能。うん、ジャンプも可能みたいな感じで。あ、普通のアクションゲームかなって気がする。今のところまだ際立ったとこないけど、やっぱり音楽とか世界観とかそこら辺はね、魅力的なんで。結婚か。人の記憶を読み取る。まあ、あれか。会話みたいなものか？うん。腹が減った。絶望した農民。明るいところで見ると、まあ顔立ちもいい感じになる。逆に暗いところで見てしまうと、まあそのまま暗くなるんで顔がね。あんまりパッとしないけど。明るいところで見ると綺麗な描写になっている。さて、洞窟の中。敵もいる。で、一応敵に急速接近的なね、ものもあるんで。だが、もうちょっとなんか早い動作ないのかなっていうね。今これダッシュしてる状況なんだけど、もうちょっと早くてもいいのかなって気がするので、まあそれが今後何かしらあるかどうかでね。どこ行けばいい？とりあえず宝箱。うん、HP、小回復。二段ジャンプは今の段階ではないので、うん。これで接近して攻撃。L2 で接近。また高台とか登る際にこれをね、使うような場面もあるそうなんで。これ壊せるんだ。アイテム出るね。多分アイテムの回収は自動だと思うので、そこら辺はアイテムの上にね、乗らなくても大丈夫。うん。蹴りで打ち上げみたいな感じもできる。さて、どこ行けばいい？そこ。行き先わかんないんだけど。これだ。こういう感じで飛ぶことが可能。エリクサー。多分向こう側でしょ。うん、まあ、アクションとしては普通に楽しめたから、どうなんだろうなっていうね。まあ、当然、バルキリープロファイルの一作目を遊んでると、アクションよりかは RPG としてね、遊んでた人も多いと思うから、それを望む人からすると、まあ、どうなんだっていう意見は多分出るんだろうけど、今の段階だと普通に遊べるから、これちゃんとストーリーとか、そういうのがね、興味に合うんであれば、決して悪くないんだよね。で、どこ行けばいいこれ。行き方わかんないんだけど。ここ、でもこっち側か、まだこっち側か、右奥なんだけれども、これ元の場所戻ってね。手前側のあそこ行かないとダメか。こっち側だな、多分。また 3D のゲームができないっていう人だとね、いろいろとまた問題もあるだろうけど。酔うとかね。そうしたので、そもそも苦手な人は無理かもしれないけど、アクションゲーム、この手の 3D のアクションゲームを遊んでる人であれば、普通に遊べてしまう。蹴り。一応ジャンプからの攻撃も可能。他、こんな感じの電撃の技があって、サブで呼べるキャラクターがいるんだけど、エインフェリアっていうような感じでね、いるんだけれども、それを呼ぶとまたいろんなパターンの戦い方ができるんで、そこら辺はチュートリアルでやったんだけど、まあチュートリアルは今回飛ばして、メインのストーリー、どんな感じか。結構チュートリアル長いなとか思ったけど、まあほぼほぼ、プレイのね、内容は把握ができた。で、行き先もこういう風に分かりやすくなってるのはほんと助かる。増税。なんだ、日本の悪口かこれは。大丈夫か。さて、こっち側か。まあ今はこういう普通の戦い、弱い敵との戦いになってるけど、当然ボス戦みたいなものもあるんで、うん、宝箱。ついつい間違えて×ボタン押しちゃうな。×ボタンがジャンプなんでね。アイテムの使い方。装備をしないとダメ。その後に、何かしないとダメとなってる。今、左下、多分、どうなんだろう、十字押してしまうと、使ってしまうか。試しでやりたかったけど。これはチュートリアルになかったので、試せなかったんでね。事前にね。さて、さらに下だと思うけど。うん。まだ倒れてないか。うん。味方呼んだ戦い方ができないとちょっとあれだね。このゲームの魅力のところを伝えられてないような気がする。これ、プレステ4とプレステ5で体験版が出たばかりなので、両方の機種持ってるんであればどちらかでね、遊んでみるのもいいかもしれない。うん。いいアイテムが入ってそうな。ディバインアーツ、ファイアランス。うん。装備でくっつけることができる。そして使うことができる。敵には属性があるので、それに合った、このディバインアーツ技使えば。上が雷で右が炎。一応、下の方のポイントを使うので、あんまり使うのは良くないけど、今はね。これなんだろう、武器の強化。武器強化。これも、長押しで確定。レベルアップ。随分と賑やかな表示だね。技を習得。移動、なんか、ややこしいな。移動入力しながら資格。まあ、覚えてたらやりましょう。今、技確認しますかで、やったから、ジャンプ中資格。こういうこと？うん。この技だそうです。なるほどね。こういう風に気軽に内容がわかるようになってる。こういうムービーでゲーム中に表示してあるのは本当助かるよね。結構スクエニも早い段階でやってくれてたように思うけど、こういったこと。誰が最初にやったのかわかんないけどね。どのメーカーが。スキルの習得。スキルのオンオフも可能。おっと、戦うと思ったけど。巨神がうろつく。諦めた青年。これ雷が弱点なので間違えた。でこれだとブレイク状態になるので、ブレイク状態、左側のゲージがブレイクの値、雷攻撃上げるとどんどん上がっていって、今は一気に上がったので、ああいうような感じでブレイク状態になってる。さて景色もまあこの辺りの石はまあまあって感じだけど、景色全体は決して悪くないと思う。痛いね。うん、ボタン間違えるな。うん、こっち側はブレイクしている。うん、音楽は確かバルキリープロファイルと同じなんじゃなかったっけかな。なので音楽目当てで、まあ、やってもいいかもね。うん、こんな感じでブレイク。あとコンボもあるので、コンボ貯めると何があるかが分かってないけど、一応コンボゲージみたいなものもある。時間経過でコンボのゲージが減ってって、それで終わったらね、おしまいみたいな感じで。火の粉の胞子を浴びてしまうと人間が化け物になってしまう。うん、アーツゲージ回復。浄化されない魂。敵の強化を阻止できる。あ、なるほどね。魂が多分、いるんでしょ。うん、こっち側。弓から攻撃。うん、こっちがブレイクしていた敵で、ブレイク一旦なった後は態度なるのには一定時間が必要なそうなんで、まあ、その辺りで連続でブレイク状態はならない。その辺りはチュートリアルで説明がある。さてここはキュアプラムス回復系か。まあ今のところ HP 十分なんで、今落としてるアイテムも回復できる効果のあるものもあるので、うん、神の書物、それを探している。これ大丈夫、体重重いんじゃないのたるあっさり壊してるんだけど。うん。これ炎が弱点なので、炎を当てると多分バーストになるか、もしくは倒したか。こっちは雷か。うん。空中攻撃をやって。さて、なかなか城たどり着かないね。城長いでしょ。何これ、こんなに長くする必要あったのかっていう。サブクエストというものもあるが、今回やらずで、興味あるけどね。あれ、やんないとダメこれ。やらないとダメっぽいな。うん。お前を浄化しに来た。少女の魂。ママの指輪を探してる。教会のあたりにある。うん。教会のあたりってなんだろう。上ではないってことか。いや、さっき行けなかったところが今行けるようになってるはず。こう落ちたところを壊して探すのか、それとも敵が落とすのか。うん、宝箱あるね。さすがにこの中には入ってないでしょ。うん、こうしたところ壊すだったら探すの厄介だけど。降りて大丈夫か。んで、さらに上。もう教会の場所を過ぎ去ってると思うから、あの少女の願いは叶えられずで。我が使命により貴様らを浄化する。うん。勝手に巻き添え食らってくれてる。うん、上に対しても飛んでいくことが可能。あともう一体いたように見えたけど。うん、届かない。さて、あとこれだけ。倒し終わったかな。全体的には悪くないんだけどな。自分バルキリープロファイルやったことは当然あるんだけれども、で当時やっぱりすごい面白かったけど、で2もやったんだけど、ストーリーとかが全然分かってなかったんでね、まだあれだったんで。飛び越えらんない。なかなかその辺りがストーリーとかね、分かってればより、ここら辺の世界観ね、楽しめると思う。ちょっと待って、何やってんの。飛べないんだけど。私の冒険はここでおしまいか。断りに従わぬものよ。どうやっていくんだこれ。普通に、普通に飛べるな。これ武器の強化でね。うん。うん。と、スキルの習得。どこまでそのバルキリープロファイルの世界観であったり、過去のシリーズを親しんでるかで、また、興味がね、違ってくると思うけど。ゲーム的には一度に遊んではいるけれども、1がすごすぎたというのもあって、2の時にはそこまで何もね、思わなかったけど、一応クリアしてるはずなんだけどね。これ何か強い攻撃やってくるのと、なんか V 破壊的なものがあるらしいんでね、多分今やったのかな?で、倒し終わった。なので1作目やって2作目やってて、またね、最初からなんかやってみたい気がする。その流れでやるんであれば、これも多分ストーリー面で楽しめる感じになるかなと思うけど、自分の中ではね。まあどうなんだろうね。アクションやっぱり苦手な人ってのは一定数いるし、まあ過去の記憶だけをね、頼りで遊ぶんであれば、やっぱり1作目と同じようなものがいいみたいなね、ところもあると思うから、ちょっと今回これ目立たない感じもするけど、普通に遊べるんだから、もう本当にそれしか言うことないんでね。だからちょっと今のそのストーリー的な展開が、長すぎるというか、全く話が進んでないってのはちょっと良くないとは思うけど、途中にサブクエストあったけど、まあでも街並みとか今まで通ってきた道とかも考えても決して悪くないからね。さてこっち側、壊せるわけではない、通れるわけでもない。傷を癒して次に備えよう。どっか上登れるわけでもない。回り込みましょう。うん、まあでもガンガン使ってっても大丈夫なのか。結構ポイント余ってるもんね。これファイヤー系。ん、違うぞ。うん、ブレイク。なんだろう、なんか高速でさっきシュッシュってなんか移動したように見えたけど、回避みたいなものも確かあるはずなんでね。だからその方法チュートリアル覚えてないから、いや、チュートリアルは確認できるはずだけど、ライブラリーでチュートリアル。こんな感じで内容もわかりやすくなってる。忘れてもこれを見れば安心ということで、一つだけまだハテナがあるけど。だが、回避が書いてないな、多分。まあいいでしょ。回避がなくても、防御だけでも。うん、ようやくイベント。何分ぐらいかかってこのイベントになったんだろう。うん。人間か。ここで何をしている？悪魔みたいになってんだけど。任務を続けよう。撃たれんじゃないの？下から大丈夫？ガード不可能な攻撃。うん、回避のやっぱやり方分かってないとダメっぽいね。歪みし魂よ、今解き放た。違うわ、ポイントがないのか。今使いたかったけど、ちょっと待って。先にこっち側。どれがガード不可かとか分かってないけど、だからあれ少なくとも雷当てればなんとかなるんで。いやいやいや、食らいすぎ。よくないよくない。危ない危ない。 HP 結構削られたけど、素直にアイテム使うか。ここで頑張る必要はない。だからボスが出てきた際にどうなのか。さて、ガンガン階段上がって。強化できるかどうか。素材が足らない。うん。これ、カラスがいるときは強化できるものがあるとかは、そういうようななんか仕組みがあったらよかったんだけどね。うん、この今なんか魂があったんだけど、あれを先に倒せば敵が強化されないっていう話だと思うけど、多分今 HP 回復しなかった？うん、こっちが弓。もう一度弓。回避わかんないでちょっと良くないなこれ説明はあったんだけどね。今魂が寄ってきてたけど、ここ雷でいいでしょ。なんで向こう届いてないの？うん、なんか今シュン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 言ってるのは、魂がもしかしたら吸われてる元の可能性もある。うん。とりあえず蹴りで転ばせたいけど、うん、どうなんだろう。何度もやってると耐性つくのかな。あー、なんで今ブレイクはなってなかった。倒した。これはずっとここでやんなきゃダメなのか、それとも移動で回避できるのかどうか。この氷、うん、打ち上げた、倒しきった。長押しでスキップとか今あったね、右下。まあまあまあ悪くないと思う。こっち側か、どこだどこだ、こっち側、ここか。これは来た方向、いや大丈夫か。うん、こっち側雷、まあガンガン今んとこ使えるのはいいよね、気持ちがいいと思う。倒しきった。あとその2段ジャンプがまだできないんでね、これ今後できるようになるのかどうかはちょっと分かってないけど、まあ2段ジャンプがないとは思いたくないけど、うん、邪魔か、目の前が。うん、打ち上げ、何度も何度も蹴り上げて、そして何かありそうだね、奥の方。2人を解放せよ。こっち側だね。どこか飛べるところがあると思うけど、うんうんうん、これはうん、特に顔とかも悪くないと思うんだけどな。なんか足玉にね、ネット上で言ってるのは見たことあるけど、普通だと思うけど、普通というかいいと思うけどね。まあ向こうやたらと精度あるね。食らってる。さて、鎖の解放は上行けってわけではないか。向こう側か。何、落下してそのまま行けばいいの？そういうわけじゃなくて？こっち側。まあ、一個一個やってけとか、そんな感じかな？うん。これもとうとうと倒しましょう。うん、倒させてくれんか。しかも技を使ったばかりだから、あんまりもうこれ以上は使いたくない。うん、最近は限定的だからな。ガード硬いね。で倒した後もう一体、うん、硬い硬い。なんか崩しとかあるかもしれないけど、そしてこれどうすればいい？こうか、普通に切ればよかった。これで鎖一つ解放で、いや結構解放されてんね。一つ切っただけでここまでだが、あともう一本ってことか。なるほどね。さて、宝箱、これ以上持ってない。そんなたくさん持ったつもりなかったけどな。どこで消費するんだろう。多分武器の強化がそうだと思うけど、うん、これ、うん、同胞が倒れていった。深海にも滅びの時を迎えた。こっち側も、あバカだね。いや、いけない、これ引っかかんないの？ああ、まあしょうがない。これ下だな。下に行き方どこか、向こう側か。ここ落下でもなんとかなりそうか。ここ辿っていけない。なんだここ、今画面が急に切り替わったけど、これどこだ。でもさらに下になってるよね、マークは。いや、これ戻ってきたっぽいな、強制的に。で、奥行けないから、もう一回何、上行ってやり直せってこと。うん、あと移動速度もうちょっとなんか速くなる仕組みがあればなとか思うけど、これが今のところマックスなんでね。で、これを使った際に敵にね、L2 で寄ることは可能なんだけど、叩かなくていいでしょ。いや、叩かないとダメか。いや、叩かなくていいよね。多分ここで一旦下降りて、いや、高低差上になってるぞ。うん。お前みたいなヘッポコバルキーが選ぶものかよ。言われてんね。ちょっと場所がわかんないね。一旦また上戻って。うん。高さ下かと思ったけど。だからこれ反対側には来れてるんだよね、またね。これ、また飛び越えすぎないように。うん。どうなんだろうな。いや、これだと下だもんね。いや、あそこってことかとなると、どこか、この方向行けないとおかしいんだけど、左側。ここでも飛び越せないよね。まあ、こっち側から、ああ、回り込んでって感じだな。これちょっと、放ってお、吹っ飛ばされてるんだけど、放っておけるんだれば放っておきたい。あそこらへんか。いや、こっち側ルートで通れるかどうかちょっと微妙だね。通れる。何これ、倒さないとダメなの？敵の弱点なんだろう。炎。もう一度炎。うん、倒せないこれ。ちょっと待ってなぜ倒せない？今手前側を渡っちゃったような気がしないでもないけど、うん、蹴りやってきた。あの魂壊さないと、これが他の敵にくっつくと敵が強くなってしまう。ダメ？いや、壊した。周り倒さないとダメだった可能性はある。多分宝箱で今炎みたいなものがついてたものあったけど、あれも周りを倒さないと開けられない可能性がある。これでさらに先にだが、体力とかないんでね、最深部に向かいになってる。そっちじゃないけど、まあまあ戦いましょう。うん、結構壁とかにぶつかって、この高速移動のこれが出せないことがあるんで、これは救済だ。恐れることはない。さて、放っときましょう。開いてないぞ。おかしいぞ。うん。食らってる。ちょっと危ないんじゃないの。だがもう他にすべないんでガンガン行かないと。うん、倒した。開かない。開いた。いやー、いけるのかなこれ。ボスで出てこられたら多分負けると思うんだけど。これ回復だが、そこまで回復したようには思わない。あ、今なんか急に全部回復したね。ちょっとゲージ無駄にした。しょうがないっちゃしょうがないけど、多分回復アイテム取ったんでしょ。何これ何これ。ちょっとボケとしたけど。後ろもなんか来てるような気がする。敵だがまた HP 回復したね。何これ何これ。なんだ今のは。なんか変な描写になったけど。ターゲットができてなかった。何この炎。どうしろってんだ。ガードできてなかった今。どうだろう。よくないよくない。無敵状態になったね。ちょっと待って。よくない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 。まあまあがっつりと早くに行き過ぎたがいろいろと。いやこれはあれだな。こっち側に行って回復と思ったけどそれがない。これアイテムエリクサーここで使うべきか。長押しでしよう。使うべき。使う時に使っときましょう。一応データはね製品版に引き継げるらしいけど、まあまあまあ出し押しにするよりかは使ってしまった方がいいでしょう。倒しきった。当然の結果だ。こっち側。いや下だな。多分ジャンプで落下でもよかったけど。これ最後一発。違う敵に行ってるけど、まあジャンプからのこれは悪くないよね。打ち上げてこれか。最後強攻撃でこれからの強攻撃。下の敵にも当たるしね。さてアメリア様。アメリア様が誰なのか。これ最新部。これ目的。いや違うな。ディバインアイズグレイブリーエッジ風系なんか都心系のマークあるけど今使うわけにはいかない。さて武器強化素材が足らない。うん、アーツゲージ回復系はたくさん来るけど、HP 回復系が来ない。HP ゲージを大回復。うん、いかにもボス戦ありそう。これどうやって装備するんだろう。まあ一応装備がある。で、なるほどね。これ右側、十字の右は解放されてないのか。いや違う。ああ、まあエリクサーじゃない。まあいいか。うん。本当に良いか。大型のアンデスト。いや、あれは殴るたれ。異常なる魂の獣よ、オーディン様の命により貴様を浄化する。ガキみたいな感じか。いや悪くはないけど、これ手一応ガードやったつもり。なんかダメージ与えてるように思えないんだけど、足の方がいいか。回避が分かんない。ダメだなやっぱり。今ダメージ食らった。よくないね。パンチ食らってんだけど、あれかジャンプしてのこっちの方がいいか。なんかすごい狭いとこでよくないよくないよくない。アイテム使いましょう。この間に何をやってんだか分からんけど、寄って大丈夫？真ん中出たからそれ倒せってことか。瞬間今ガードできなかった。空振ってる。ダメだね。これ使ってる最中今、いや違うな、無敵かなと思ったけど、単純に敵の方攻撃届いてないだけか。これジャンプで避けられると思ったけど避けられない。頭なんか出たぞ。ちょっと待って、なんでその頭。多分弱点だと思うけど、どうなってるかは分からんけど、よくないよくない。あとこれ突進系のなんかこれ。終わらしてくれてるか今。あ、これ今なんか聖なる技っぽい感じになってるな。あ、当たってる当てて当てて当ててくれ、頼むから。敵ひるませることなく終わりそう。よくないよくない。ちょっとあんまりこの戦ってる最中に画面を切り替えたくなかったけど、エリクサーとアーツエリクサー、アーツエリクサーも使いましょう。今使えなかったな。あ、地上じゃないと使えないっぽいな。だけど地上だと当たんないでしょこれ。この間なんだけど、まあちょっと無理でね。2段ジャンプがないからすごい戦いしにくい。これ何どうなってんの、見えてないんだけど。当たんない。掴まれた。ちょっと待ってちょっと待って耐久ちょっと待ってもうだから次こっちの攻撃で終わるでしょ。なんでそこ攻撃当たんないの。危ない。魂はあるべき場所へ帰るがね。さてこれで味方出てきた。これはこれチュートリアルで使えたキャラクターだと思うけど、うん反応ないね。多分こうやって仲間を増やしてってで戦闘中に戦わせてみたいな感じになるんでしょ。俺の名はイーゴ。そこら辺のキャラクターどれだけね魅力的かもポイントになりそうだけど、ではここに関しては飛ばしておこうかと思います。何が起きたのかわからないということで、今イベント終わってクリアとなってアイテムも取って、まあ、こんな感じでチャプター方式でなんか進んでいくんでしょ。そして武器の持ち替えとかも可能なようです。弱点属性とかもあるそうなんで。でオーディンの元に帰ろう。これかバルハラに帰還。まあ、この後、ああ、何これ、こういうのあるの。アイテム使うとマイナスとか、ランク A。まあまあでしょ。まあ、ということで、サブクエストもこなせになってるので、これ武器の強化だけか？多分だけど、今の、キャラクター、エインフェリアは追加されてない。まだまだ進めないとダメな可能性あるけど。ここ。これで一つ終わって、あ、サブクエストね。サブクエスト今びっくりマークついてるけど、やらないとダメだった可能性がある。あと結婚歌も全部見ていく必要性がね、あるかもしれない。ここから先は進めないので、多分それはやっておかないとダメだったんでしょう。ということで、これでちょっと体験版は終えたいと思います。事前のチュートリアルで他のキャラクターと一緒に戦うシーンとかもありましたので、もし興味あればそちら自らでやってみてください。うんなかなか普通に普通という表現がいいのかどうかわからないけれども、世界観もいいしでキャラクターも魅力的だしで、また操作も悪くなかったんで、基本的には悪くないゲームかなと思います。ちょっとこの9月はいろんなゲームが出過ぎなので、その中で選ばれるかって言われるとなかなか難しいところもありますが、昔からの RPG 好きな人やだけれどもちゃんとアクションも遊べる人であれば選択の中に入ってもいいと思います。以上です。他にも様々なゲーム実況やってますので、もしよろしければ他のゲームの実況もご覧いただけたら幸いです。ではでは。